食べよう。食べようか。うん。よいしょ。お腹すいた。うん。じゃあ、俺作ろうか。うん。やって。うん。おにぎりでーす。イェイイェイ。なんか、インスタで、めちゃくちゃうまいとか、すごい、言ってるやつがあったから。作ってみる。作ってみて。作ってみてじゃないか。じゃあ、なんか。作ったのか。そうそう、米炊く前に、この中に塩とか、油とか入れてやってたんだけど、お店の味を超えるんですって。おだてすぎじゃね？本当よ。何入れるの？明太子。明太子。焼きたらこ。うん。海苔もいいんだ。え、一個だけ？え？一個だけ？え？しかもちっちゃ。うるさいなぁ。え、なんで家で食べる醍醐味じゃん、そんなぁ。これでいい？そう。うん。ケチかよ。ちょっと、いつもと違う、ね。広々。うん。引っ越しました。いい家に引っ越しました。っていう、妄想。いつも座ってるカウンターテーブルを引き払いました。ね。2階に持ってっただけだけど。え、違うの？引っ越してないの？引っ越してないです。なんだよ。引っ越してないでしょうよ。ありがとう！はい。まぁ、あ、ちょっと引っ越しって言葉が強かったので、うん、引っ越しにしたんですけど。まぁ、あ、でも、もう、あれじゃない？だって、画角が変われば YouTube は引っ越しで。うん。確かにね。うん。いや、なんか、こういうおにぎりなんか久々。うん、いただきます。これも、明太子にしようかな。うん。ちょっと大きかったから、一個。な、うん。え？嘘？うまっ。あ、ほんと？あ、でも明太子が強いな。一個でよかったじゃねえよ、じゃあ。うわ。このご飯がどんな感じかっていうの。あ、うん！ね、ね。あ、おいしい。塗り合った方がいい。うん。あ、炊くときにさ、塩入れてるからさ、うん。味がある、ちゃんと。そうだよね。そう、ちょっと、大きいベッド。うん。はい、もう、いや、もう、もうどうぞ。はい、はい、味の感想、どうぞ。コンビニのおにぎりみたい。うん。ソファーを変えたっていうか、増やしたというか。うん、新しくな。新しくしちゃいました。昔から僕らの動画を見てる人からしたら、あんな、ね、あんな小さいから、そうよ。もう泣いてます、みんな。な、何だっけ？もう、もう嬉しくて。もう前から見てる人はもう感動ものです。頑張ったね。食べるね。いただきます。うん、あーん。なるほどね、美味しい。うん。うん。うん、コンビニ。うん。いい意味だ。わかるよね。うん。コンビニのおにぎりの美味しさ。うん。うまい。うまい。むちゃん。むちゃんうまい。うん。うん。うん。もうちょっと近づいてよ。せっかくさ、こんな広いからさ。うん。うまいね。テーブルも買ったの、これ。うん。高かった。合わせて。高かった。高いです。まあ、でもさ、うん、これで二人のモチベーションを上げて、二人にもっと頑張ればいいだけの話だから。買いすぎ。うん。買いすぎです。まあいいです。おいしい。うまい、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 うまい。またね、うん、頑張って、いろいろ買おうから。うん。どうぞ買ってください。浪費家がいるから。うん。うん。もうちょっと小さく作ろうか。ね。ご飯ね。うんうんうん。あ、でも、うん、まっ。うん。どうする？おにぎりにする？うん、おにぎり。で、今度は、鮭がいいな。もちゃんいい子ねー。いいですか？包めないやつで。いや、包んでよ。包めないや。なんでよ。なんで？なんでそんな下手くそなの？いいじゃんよ。なんで？あ、あ、そういう感じ？何？あ、そういう感じか。一回の、ちょっとの失敗で全てダメに
感じ。あ、もう日本だ、ここ。日本のやり方だね。うん、日本です。ちょっとさ、今までいい成績だった人がさ、ちょこっとのミスでさ、もう、あ、うんうんうん、あ、もう日本。あんたがやってること日本。そうよ。ここは日本よ。失敗で。作ってもらっときながらすごい文句を言う。ノリ？ノリ。これいつのノリ大丈夫？え？機嫌切れてる。まあ大丈夫よ。大丈夫？いいの？使う？使わなくてもいいよ。使う。使うの？うん。使わないともったいないじゃん。いつの？2024年2月だから。やばすぎ。3、4、5、6、7、8、9。あ、半年ぐらい。まあいいや。はい。あ、ありがとう。シニア戦。うん。おいしい。落ちてないよ、もちゃん。なんか、いつもさ、撮影してさ、うん、あの、カウンターテーブルがなくなったらさ、うん、すごい広くなった気がする。いや、ほんとに。あの、なんか、モデルルームみたいになってる、なんか。ね。だから、小さいけど、うまく利用できてんな、みたいなモデルルームあんじゃん。あるある。それ。ね。うん。今までさ、うん、その、キッチンと、ここの、なんていうの？リビングスペースをさ、はい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 、カウンター、テーブルで仕切ってたからさ。そうだね。まあ、簡易的に二部屋じゃないけど、二、うん、つに分かれてたじゃん。それが取っ払われたからさ、一つの広い、なんかダイニングキッチンみたいな感じになって。カウンターキッチンは憧れてたからね。わかる。うん、僕らは。うん。そうなんですよ。うん。うん。いや、いいでしょ。しかも、あのさ。あ、そう。はいっしょ。お揃いのパジャマ。買っちゃった。わかるかな、この柄。ちゃんと写して、ちゃんと。犬の柄。うん。このね、多分絶対シーズじゃないんだけど。シーズじゃないね。この模様がね、うん、ちょっともちまるっぽいなと思って。はい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 。かわいいって、即買いしちゃったね。うん。仲良。同じパジャマとか仲良。うん。じゃあ、それだと、あーごめん。そうそう。違うね。外だとさ、あんまペアルックってしないけどさ。うん。寝巻きとか、なんか、いや、恥ずいよ。恥ずかしいよ。いいじゃん、誰も見てねえから。いや、見てるわ。いや、もう恥ずかしいよ。お隣さんに見られたら恥ずかしいよ、これ。いいじゃん。仲いいねって言われるだけよ。まあ。実際仲いいから。いや、仲いい。え、どういうこと？そこ？そっち？仲いいだろ。聞かれてるぞ。世の中の二人のこれ。二人がな、世の中。分かったからもうやめて、それ以上。遠くない？遠くない。なんか立派じゃね？うん、なんだこれ。なに、はい、おかえり。美味しいね。美味しい。ここのおにぎりうまい。うん。お米がうまい。うん。うん、美味しい。いや、これ、うまいね。うん。うん。これ作って正解でした。うん、うん。うん？ほんとね、やってみてほしい。うん。うん。塩と白だしと、何入れたの？ごま、あ、じゃあ、普通のサラダ油か。うん。入れて炊くだけ。ほら。塩と、うん。白だし、うん。サラダ油、うん。酢。あ、酢も入ってんだ。うん。食えてる、ちゃんと。大丈夫。うん。これもう一個小さいおにぎり作って。うん。あ、いいよ。いいよ。うん、食べてからでいいよ。うん。え、じゃあ作ってみるよ。作ってみてよ。大丈夫。作ってみなさいって。自分で。なんで？なんでよ。なんで？なんで？なんで？え、なんで？めんどくさい。俺もめんどくさい。めんどくさいよ。やだ。やだ。作ったよ。やだよ。いや、もうちょっと待って。優しい。優しい。結局優しい。作ってくれるじゃん。何食べんの？ありがとう。うん、まい。幸せ。最高。明太子がいい。どう？その芋餅。うん。うん、ふん。美味しい。あ、
もうやばい。なんかもう動けない、こんな移動。こんな。いや、うん、寝れんのよ、ここ。今日寝てみて。ちょっと興味悪いけど。寝れる。食事中ね、すいません。失礼します。ほら。いいじゃん、いいじゃん。しかもさ、ここにもうテレビ。そうなのよ。そう、テレビも買っちゃったからさ。いいじゃん。大きいやつ。どこにそんなお金あんのよ。ないから。ないのかよ。頑張らないといけないのなかったの。恥ずかしい。恥ずかしい。え、結構食ってんね。うん。大丈夫。うん。美味しいね。なんか家でこうやっておにぎりするのはいいけどさ。うん。おにぎり屋さんは、行かないね。行ったことないね。あるよ。あ、あるわ。あるけど。あるわ。なんだろうね。どうしても高いって思っちゃうんだよね。まあね。おにぎり屋さんのおにぎりって。うん、だって、まあ、本当に美味しい米使ってるだろうし、手間暇かけてやってんのは本当に分かってはいるんだけど。うん、でも、ちょっと高い。まあそうね、ちょっと割高だよね。って思っちゃうよね。一個さ、やっぱ200円弱くらいするじゃん。もっともっと。もっとするっけ？あ、まあ具材によってはね。うんうん、うん。ってなるとちょっといけないよね。あんた好きでしょ？好き。おにぎり屋さんとか。好き。だいたい俺が行ってみようよって言うけど、却下されるじゃん。おにぎりって悩むね。何悩み？どういうこと？だおにぎりで、おにぎり1個500円とか悩まないちょっと。そんな高いのある？あるだろう。500円はないんじゃん。もういくらとかやっちゃったらもうすぐ500円。いくらね。ちょっと悩むね。うん。でも前さ、うん、孤独のグルメでさ、おにぎり屋さんに行く会あったじゃん。覚えて、あった。うん。阿佐ヶ谷姉妹が出てる。うんうんうん。行きたいと思う。あれはいいな。うん。あれ、群馬とかでしょ？群馬だったっけ？うん。だから、割と、あのさ、あれなのね、東京のおにぎり屋さんは高い。ああ。うん。そうね。うん。あの、なんか、ちょこちょこあるよね。ある。あ、こんなところにあるんだ、みたいなところもね。結構入ってるしね。ね。そう。今日おにぎり屋さんやる？おにぎり屋さんね。でもさ、このご飯、お米だったらさ、美味しいって言ってもらえそうじゃない？ああ、そうね。うん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 。安直かな。いやいや、やれますよ。やりますよ。でもさ、握り方が結構重要じゃない？おにぎりって。うん。ふわっとさ。うん。これめっちゃうまい。美味しい。お腹いっぱいです。そりゃそうよ。おにぎりってさ、食べやすいからさ、パクパク食べちゃうけど。うん。お腹いっぱいです。で、ご飯茶碗さ、3杯分とかさ、普通に食べちゃうよ。確かに。もう寝ます。牛になります。牛になっちゃいまーす。いいよ。行儀悪いです。牛になっときまーす。先生。うん。何やりますか？何？何？なんでよー。何？俺の見返りないのよね。どういうこと？何？なんか何の見返り？もう全然ない。マジで全然ない。もう何の見返りって何を求めてる？もういいもの買ってるけど、もう全然見返りない。僕に対してもうやだ。なんかあなたのいいものを買うために僕腹立たられてるみたい。もうやだ。じゃあいいよ。はい。ほら、もちまるちゃんが。うん。ペロペロ返し。うん。もうやめて。もう分かった分かった。もう。もう分かったから。これで満足か。満足。満足かなぁ。どうかなぁ。あんたいいね。もういい。なんか、ふかふかそうな。ベッドになったじゃん。もうソファー、ね、ソファーはもちまるのベッドなの。うんうんうん。確かに。俺の小さい時よりいい生活してるわ。そうなの？そう。かわいそうな翔ちゃん。なんか、旅行とかでさ、うちの、うん、前住んでた実家とか、ああ、うん、通る。通ったこととかあってさ、うん、なんか。幽霊屋敷？
廃墟みたいな。いや、本当に。いや、てか、もう、あ、ちょっと言えないんだけど。ここに人住んでるみたいな。ちょっと、Google マップとかでも映ってるけど、ちょっと本当怖いね、あれ。怖い。建物が。いや、建物が怖いのよ。だって階段とか真っ暗そうだし。真っ暗、真っ暗。電気なんかない。うん、っていうところで育ちました、私は。いや、僕も今考えたらびっくり。うん、食べていい？食べて。いや、生タラコの方が良かった？いや、美味しかったよ。焼きタラコ。焼き天明太子。うん。20% オフだから。うん。美味しい。美味しい。ああ。うわあ、大丈夫かい？やめてよ。もう、喧嘩しないで。やめて、ほんとに。喧嘩しないでって。喧嘩してないし、ハグしてるし。もう喧嘩が始まるんだから、すぐ。始まんねえだろ。すぐ始まんだから、じゃれ合ってる時に喧嘩って始まるんだから、え、なんでそうなんのみたいなことたくさんある。確かにね。本当に。あれあれ。子供なんて特にそう。うん。なんでそうなったみたいなさ。なんか面白い話でしょ。ない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 。俺、な、ね、あるわけないんだ、俺でも面白い話だもん。うん。俺にもあるわけねえだろ。確かにね。薄さで生きてきた。確かにね。確かにねってなんだよ、この引っ越したじゃん。そうね。うん。気持ちはね。もう、ほんと気持ちで引っ越してる気持ち。ほんとほんと。家庭内引っ越し。なんでそれ？家庭内勉強的な？違う。家庭内。家の中で引っ越しした的な。うん。あ、もう、その、めちゃくちゃ屋敷とかに住んでる人が使う表現よ、もうそれ。うん。屋敷だからうちは。まあ、そうっすね。そう、確かに。わ、来たよ。来たよ。いつも可愛いけど、時に怪獣な。うん。うわー、怖い。うわー。子供と一緒。もう人の上に立つのやめてもらっていいですか？もちまりちゃん。そんな、ちょっと待って。俺、かわいさすぎない、俺。俺、俺を踏んで舐めてるんだと。俺、かわいさすぎんだろ。